モーリタニアの行政区画では、モーリタニアの地方行政について説明する。モーリタニアは上から順に、州、県、コミューンの3層構造となっている。また2017年の憲法改正によって、州の上位区画として地域が設置されることが決まった。モーリタニアの地域地域は、2017年の憲法改正を問う国民投票において焦点の一つであった。 地方文献化のプロセスの一環として、州の上位区画として設置された。2018年1月8日、国民議会で基本法が採択され、6つの地域が設置されることが決定した。基本法では、管轄内の経済、社会、文化、科学の発展を促進することが定められており、また5年ごとの普通選挙によって選出される、 地域議会と同じく普通選挙で選出される議長からなる。州は、モーリタニアの第二級行政区画である。2014年時点で15州あり、うち3州は、首都ネワクショットを構成する。独立前から存在し、当時は県といった。独立5州の訳語は、リージェン、レギオンが広く使われていたが、2018に、 同盟の行政区画である地域が設置されて、以降は区別のためウィーライア表記への置き換えが進んでいる。ティリス・アル・ガルビーヤ州の地図かつてモーリタニアは西サハラの領有権を主張していた。1975年11月14日、スペインと締結したマドリード協定でモロッコと共に西サハラを分割し、ティリス・アル・ガルビーヤ州として実国に組み込んだ。 しかし独立を望む現地住民が結成したポリサリオ戦線が武装放棄し、抗戦状態に陥った。ポリサリオ戦線は、ゲリラ戦術を駆使しにしサハラだけでなく、本土にも攻撃を実施し、モーリタニアは多大な被害を出した。その結果当時の大統領もクタルウルドだったは、不満を持った軍部にクーデターを起こされ、失脚。 政権を奪取した軍部は1979年8月5日にポリサリオ戦線と和平協定を結び西サハラの領有権を放棄した。またホズ地方はもともとフランス領スーダンの管轄であったが1954年1月1日にモーリタニアへ移管された。モーリタニアの権県は州の下の区画で2013年時点で55件ある。コミューンは モーリタニアで最小の行政区画である。全土で216六アあるラ・マウリタニエ・クレイシックス・コンセレナのジュンヌ・アフリック2021年4月7日閲覧。ABCDE イスラミック・リパブリック・オブ・モーリタニアリージョンズシティ・パプアレーションで2021年4月7日閲覧。AB リージョンズ・オブ・モーリタニア s t a t o i d s c o ドット・コム 2021年4月7日閲覧 ISO3166MR 国際標準化機構2021年4月7日閲覧 d e p a r t m e n t モ of MoritaniaSTATOOIDS.com2021 年4月7日閲覧ありがとうございます。